母さんから教えてもらった場所。その場所。あんまり気乗りがしない。何せその場所は病院だったから。なぜ病院なのか。わからないけど。最後に霊夢に会った時、病院に行かないといけないって言ってたから。とりあえず明日、そこに行けばわかるんだ。さっさと寝ておこう。ここは、そうか、夢の世界かな。前会った時もここだったけど。久しぶりだな。しばらく会ってなかったな。本当に会わなかったね。いろいろ疲れてたよ。で、ずっと会えてなかったろ。あの子に、明日真実がわかるって言われたみたいだが。うん、ちょっと怖いけど。もしそれで霊夢とまた会えるなら。嘘ついたかも、結構怖い。あの時の霊夢、雰囲気違ったし。あれなぁ、私も見えたよ。けど、予想外だったかもな。まさか、お前がそうなるとは。え、そうなる。能力の変化について話しただろう。最後に会った時にな。ああ、その日の調子とかでの変化はないって話か。ああ、その時私はこう言ったんだ。3日後の未来が見えるのは今は変わらないと。それなぁ、実際嘘ついたんだ。と言っても、嘘になっちゃったってやつだが。どういうこと？その霊夢が見えたってやつ、お前に渡した能力によるものなんだ。ある意味、進化しちまったってやつ。過去にも数十件、お前のように能力を渡されたやつが存在するんだが、そのうちの数件、想定した力を超える力を扱えるようになったとある。実際にその現場にいたわけじゃないから、私は信じてなかった。まさかそれを目の前でやられた。信じざるを得ないわけか。あの姿と声が聞こえたのが、ある意味新しい力によるものか。なんでそうなったんだろう。ありきたりな話だが、共通してることがある。本気で誰かのためにその力を使おうとした奴がそうなってる。自分本意で使う奴には、そんな奇跡のようなことは起こらない。ま、お前は霊夢がいなくなって自分のためだけに力を使ってる。なんてことで落ち込んでた節がちょっとあったが、それはないってこった。そっか。ねえ、フィルター外してくれる。動揺はしても、絶対に向き合うからさ。ここでダメってのはちょっと酷か。ま、しんどければ私が相談乗ってやる。次会った時、ちゃんと見えるようにしておく。ありがとう。力を与えた手前、ちゃんと話は聞く。だから、絶望しないでくれよ。念入り具合すごいんだけど。知らねえなぁ。そろそろ夢から覚める時間だ。行ってこい。なんか、久しぶりに会えてよかった感ある。明日は、真実とやらが知れる。あれ？じゃあ、あれもそうなのか、最後かもしれないって。霊夢の声が聞こえたのも、この力によるものだとしたら。霊夢、お前、最後って。真実が知れるというその日、そこそこ遠い場所なため、電車に乗ってその場所に、真実って一体なんだろうか。霊夢に会えるんだろうか。会える確率の方が高い気はしてる。ずっと会えてなかったから、もし会えたなら。って気持ちはある。けど、いろいろ気になりすぎて心穏やかじゃない。着いた？けど、マジでここなのか。ここで真実がわかるってのか。そういえば、ここに来てどうするか何も知らないんだった。母さんに連絡するか。やっぱりそうだ、カズくんだ。え？やっほ、覚えてない？鏡和也くん。霊夢のお母さん。そうそう。高校生になっても可愛いのは変わってないわね。むむ。うん。そうですよね。可愛くないけどそうですよね。あなたがここにいるってことは、もしかしてだけど。霊夢関連で、真実が知りたいならここに行けと母さんに言われたんです。ただ、ここからどうするかは聞いてなくて。そっか、君が知る時が来ちゃったか。ついてきてくれる。霊夢が待ってるから。霊夢が、待ってる。霊夢、お客さんよ。あなたが会いたいけど会いたくなかった子。昨日、カズのお母さんから連絡来ちゃってたよ。カズ聞こえる、入っていいわ。霊夢、か。久しぶりね、カズ。俺はこの時、
声を出せなかった。入院してることもあったが、姿が思い切り変わってたことに驚きが、やつれたような気がする。そして、見えてしまった。霊夢の未来、どうなるのか、少しだけ。カズ、あんた、なんで泣いてるの？え？ボロボロと流れ出てるわよ。来てすぐそんなに泣くかい？それだけカズくんも思うことあったんでしょうよ。いきなりいなくなられて、連絡もできない。どこにいるかもわからない。家まで引っ越されて。ね。霊夢、聞きたいことが山ほどあるが、霊夢がこうなったのは。がんよ。学校での健康診断。すべてにおいて異常だったらしくてね。急遽検査したら、そうだったって話。治るかどうか、わからないんだよな。昨日、ステージ4って言われちゃった。3で頑張ってたんだけどさ、生存率1割らしいわ。カズ。宮出口さんが言ってた絶望するなって。そういうことだったのか、霊夢が死ぬ未来が見えたとしても。絶望するなって。だからフィルターかけてたんだ。カズ。休学したのは、治療に専念するためだよな。うん。引っ越したのは、前から決めてた引っ越しが、タイミングよく今だったってこと。SNS をすべて消してたのは、心配の連絡が来ても、何も言えない、言い出せない。あれだけ一緒にいて、笑わせてくれたカズ。あんたにだけは言えなかった、心配の言葉は、あの時の私には痛すぎるから、拒絶した。あんただけは、絶対何があっても私のために何かするって思ったから、それが、カズを苦しめるだろうって、私のために何かしようとすれば、失った時の悲しみは、絶対大きい、だったら、最初から知らない方がいい。だから全て消した、あんたにだけは、今の私を見て欲しくなかった。俺のためを思っての、ことだったんだな。そうだったけど、だけど、同時に思ってこともある。あんたを拒絶した私が言えたぎりじゃないのはわかってる。けど、やっぱり、会いたかった。カズ、会いたかったよ。クソズリーじゃねえか。俺だって会いたかったよ。どんだけ探したと思ってんだよ。他のことに手がつかなくなるくらい、ずっとお前のこと考えてたんだよ。犯罪者かってくらいお前のことずっと考えてたんだよ。いなくなられて、何も手がかりなくて。そうやってくしゃくしゃになるまで私のことを、考えてくれてたのね。あなたのお母さんとも話してた。カズ、どんどん元気なくしてるって、それだけ、考えて動いてたんだね。俺はいい、霊夢も考えた上で行動したことは、わかったから、わかりたくないって雰囲気にも見えるけど、気のせい。気のせいだっつの、うるせえなもう。そういえば、今日学校じゃないの。学校休んできました。昨日役あって無理やり早退したんで、そこから霊夢のこと知って。なので、そんなに、その、私を優先したの。優先するに決まってるだろこら。わかったわよ、マジな声出さないでよ。マジってわかったんだな。ここで冗談って言えるほど、肝は座ってないわ。学校休んだんなら、あんた暇。暇にする。そう来るのね。ちょっと付き合いなさい。話し相手に。いくらでも付き合う。お前が嫌って言っても、付き合うからな。それはちょっと重たいかもな。なのに、そんな笑顔なのはなんでかな。久しぶりに会った霊夢はやつれ。元気は前ほどなかった。でも、笑顔は変わってなかった。それもあって、俺は泣きそうになったが、一旦引っ込めないと、怒られそうだ。はぁ？はぁ？霊夢。大丈夫か？大丈夫。久しぶりに両親以外と話したから少し疲れたのかも。横になったら良くなるから。そっか、わかった。
そろそろ面会終わりね。そうだな。また来る。絶対に来るから。はいはい。帰るか。待って、カズくん。車だし、家まで送っていくわ。よろしいので？ええ、学生のあなただと交通費もバカにならないでしょうから。それに少し話したいしね。わかりました。